時時時刻8時7分回りままししたさあこの時間はいな健康情報を届けしています自律神経の乱れがいろいろな病気につながるというふうに言われておりますが、えー、順天堂大学医学部教授で日本体育協会公認スポーツドクターでいらっしゃいます小林博之さんが自律神経の乱れを正すのにある方法を進めております。それが産業日記 産業の日記なんですね小林先生曰く自律神経を整える小林式3年日記とか産業日記を書くとなぜ健康になれるのかという本を出してらっしゃって自律神経のコントロールに日記を取り入れるということを進めていますでその理由はまず睡眠と自律神経には深いつながりがある 嫌なことがあった日や翌日に何か不安なことがある日の夜はなかなか寝付けない。嫌な夢を見てしまったり、夜中に目が覚めてしまうということもあります。多忙な中でその日にあったことを忘れてしまっていることが多いですね。自分の気持ちと向き合うことは、自律神経を整えるために欠かせないことなんです。でそこで産業日記なら、まあ、1日たった2分で、 自律神経を整えるのを助けてくれるということなんですね。で、書き方もあのコツがあるんだそうで、まず1行目にはその日の失敗とか、嫌だなと思ったことを書くんですって。例えば、あ今日は仕事でミスをしてしまったとか、誰かに嫌な言葉を言ってしまったとか、体調が今日は悪いとか、 ネガティブな出来事をきちんと振り返らずに素通りしてしまうと自分でも気がつかないうちに未消化のストレスっていうのがどん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 溜まっていくんですねで、2行目2行目はその日に成功したことや良かったこと、感動したことを書きます例えばああ今日のプレゼン成功したとか今日部長に珍しく褒めてもらったとか美味しいお店見つけたとか 1行目で自分のストレスと向き合ってそこで見つけた課題に立ち向かっていくためにはやっぱりあの一日の中で少しでも良かったと思えることがあれば自信を持って次の行動に移るための自己肯定感につながっていくということでなので2行目はいいことを書いてください。で3行目は、 明日の目標や今関心をを持っていることを書くんですって例えば「明日は午前中に仕事を終わらせよう」とか「あ台所の洗剤切れてるから明日買いに行こう」とか「あそういえば大好きなあの小説家の新刊待ち遠しいな」というのを3行目に書くと。 12行目で自分のネガティブな面ポジティブな面の2つの気持ちを整理して3行目に書くことで未来の自分がどうしているのかまたは今自分が迷っている関心が未来にどう影響していくのかしっかり考えて「迷わないいためにガイドしてて。くんですってで産業日記」には文字数に決まりはありませんけれども眠る前に心を落ち着けてなるべく簡素に書くことが 大事なんだそうですあのくどくど書かないでこれこれってもうなんか過剰書きのようにね書くのが大事。で最も重要なことはゆっくりと丁寧に自分の手で書くってことです。なのであのスマートフォンに入力するっていうのではなく、まあ、あの紙と鉛筆持っていただいて書いていただくのがいいんだそうです。で小林先生によるとと日記を書くというのは 呼吸がものすごく落ち着いて安定してくるんですってなので自律神経も安定するんだそうですでたった三行ですからこれだったら毎日できるんじゃないかなと長くなくていいわけですよだからあの一言ずつ三行っていう日も、ね、あるかもしれないのでそれでも全く問題ない大丈夫 それだけで大丈夫なのって思われるかもしれませんけれども、続けてみるときっと自分の中でこう、今日はこれ書こうってすぐに思うようになると思うし、やっぱ習慣って大事なのかなと思います。気になったという方はぜひ、今日から始めてみてください。